とりあえず給料日くらいはパーッと飲もうやんね。じゃあ俺は先に行っとけ。大瀬橋の上で落ち合いましょう。あー来ました。うわー結構回ってきたんだけど、やっぱ面白いな新しい街は。どうも鈴木さん、待っとったばい。社長、お待たせしました。お待たせです。振り込みは無事済んだと。済みました、そうね。でもよかね鈴木さんは。俺とかこの年で守るべき人間もおらんけ、金の使い道がなくて困るまい。独り身か。社長、今も独身なんですか。いやまあ似たようなもんちゅうこったい。なるほど。やけんくさ、今日は俺がパーッとおごっちゃうけん、思いっきり遊ぼうやないね。ありがとうございます社長。そうと決まったら俺についてきて、鈴木さんにこん町場堪能させちゃうけん。はい、お願いします。社長にもいろいろ事情があるんだね。そりゃそうと、流すには慣れたね。ええ、まあ困ったことのあったらちゃんと相談せないけんよ。博多もんは情に熱いのがよかとこなんやけん。見ず知らずの俺を雇ってくれただけでも、社長には感謝の言葉もありません。雇ってくれたなんてそげん。そもそもスカウトしたのは俺の方やろ。あ、スカウトなんだ。しかし社長、どうして俺なんかに声をかけてくれたんですか。そうやね、まあなんちゅうか勘ってやつばい。おーおーおー、まあ人良さそうだもんな。うまく説明できんちゃけど、俺は自分が好きになった男しか雇わんしぎたい。鈴木さんは信用できる男や。そげん思うだけん声かけただけばい。でも初めて社長に会った時、俺はチンピラしてたんか。まああんま褒められた態度やなかったね。ばってん30年もタクシーで客を相手にしてきた俺やけん、人を見る目には自信があるとよ。この男は信用してよかって。中島さん、お前さんも俺をもっと頼ってほしかとよ。チコーッと頼りなさそうに見えるかもしれんばって。熱いよ、人情が熱いね。ありがとうございます。この町で社長に会えたのは本当に幸運でした。こそばかよ。んじゃ今日は思う存分付き合ってもらうばい。まあ桐生さんが頑張ってきたから、はい、ここで会えたってことか。花緑、まずは博多名物水炊き箱や。おいいですね。いらっしゃいませ。どうも、2名様ですね。お好きな席にどうぞ。ここは水炊きで有名な店ばい。何でも好きな頼んでよかけん、遠慮せんといて。味コース、ただか全部いっちゃうか。全部いっちゃうか。全部いくか。全部本当に頼めんな。行くか。ここは遠慮せず行くか。遠慮しません。いやー仕事の後の一杯はたまらんねー。お、料理来たばい。鈴木さん、どんどん食べんね。食べんね。うん、なんか。イントネーションがやっぱ変だな、俺。全部食います。ありがとうございます。ありがとうございます。やった、経験値めっちゃもらえた。はーい。遠慮せんくてよかったな。どげんやった鈴木さん、口で言ったね。ああ、会いました。さすが水炊きの本場ですね。醤油だしの鍋はよく食べてたんですが、鶏のだし汁で炊いた鍋を食べたのは初めてです。そうね。お、醤油ってことはやっぱり鈴木さん関東の人なんやね。ほうほう。あ、いや。まあ意地悪なこと言うつもりはなかったとばって。鈴木さん結構隠し事できんちゅうか、脇が甘かとかあるげん。お、見抜かれてます。醤油はあれでしょう、九州は甘い方だよね。口を追ってよかったばい。そしたら次は屋台で飲み直そうや。おお、中洲屋台へ。社長ちょっと
飲みすぎじゃないですか。気遣いできる男。大丈夫大丈夫、若か頃は上場みち言われよったくらいやけん。上場み、さあ黙って俺についてこんね。上場み、かなり出来上がってるようだが、いや、ああ早い、せっかくの恋だ、付き合ってやろうと。あれ、どうした。おー姉ちゃん、こげん時間に一人で歩いとったら危なかばい。いやお前だよ。そうそう、危なか危なか。やけん俺たちが守っちゃばい。ナンパにしてはすごいな。そげんといらんよ、そこ通して。かわいい。ダメダメ、こげんかわいか女の子にもしもんことがあったら心配やけん。だけん守ってあげちゃうよ。もちろんお礼はしっかりしてもらうばってん。本当に大丈夫やけん。やめとけやめとけ。おい貴さんら、中島さん。ああ、おっさん、今俺たちマジで忙しっちゃけど、なんかようあっとや。お前ら稽古公演行ってこい。貴さんら寄ってたかってナンパしよっとか、恥ずかしくなかったや。かっこいい。説教やったら電柱にでも向かってしとけ。おっさん、どっか行かんや。ああ、中島さん、今完全に違う。このそこまでだ。ああ、なんや。道島の竜。こいつの仲間ね。とりあえず財布は置いといてくれりゃ許しちゃうけん。金ば出してさっさと消えんねえ、おっさん、その二。その二。ナンパはお前らの勝手だ、好きにしろ。だがうちの社長に手あげたことは落とし前つけてもらうぜ。おっさんが何倍生きがっとうとや。おおい、ぶっ殺してやろうぜ。道島の竜動きます。町のチンピラ。女の子は逃げたかな。何やってんだ。ほら、武器の熟練度を上げることができるのか。おお、なんだ、あの観客人みたいな人たち近づいてきて、どっか行ったぞ。はい、この人も鈴木、相手も鈴木だ。こいつ鈴木だったんだ。あ、オッケー。化け物が立つよか。帰れ帰れ。待って、山笠組の人間やなさそうやし、ひょっとして別の組織の。いや、あの余計な詮索はするもんじゃない。やっぱ有名なんだな、山笠組。まだ痛い目に遭いてんの。よかよか、鈴木さんもそれぐらいにしちゃり。あんたらもう行ってよかよ。中島さん、すいませんでした。中島さん、なんか神みたいな人だな。仏だぞこの人。 ありがとうございます、助かりました。いえ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 、ほらもう帰りにしゃ。あんま遅くなると家の人が心配するばい。はい。後ろのやつ誰だ。そちらの方もありがとうございました。はーい。気にすんな。後ろのやつ彼氏、はい、それじゃ。あ、全然違った。しっかし強かねー鈴木さん。なんかすげえ格好してんなと思ったけど。ただもんやなかとは思うとったばって、腕っぷしまで強いとは恐れ入ったばい。ありがとうございます。たまたまです、社長を守るためです。ふーん、まよかった、次の店に行こうか。はい、酔い冷めたでしょ、さっき殴られたから。あ、こいつは関係ある人なんか。彼氏かと思ったけど。さ、たまさ。博多で遊ぶっちゅったら、やっぱ屋台は外せんやろ。そうね。屋台で飲むのは、長洲街の定番なんですよね。そうそう。長洲で飲むんやったら、腹満たした後で、屋台で締めの一杯飲むとが博多もんの流儀たい。そうですか。さ、それじゃ入ろうか。はーい。しかし、こげんして屋台に来ると思い出すね。鈴木さんに初めて会った時のこと。初めてか。ええ、もう半年以上。もう明かされるか。しかし、あん時は驚いたばい。鈴木さん、こん近くの屋台で地元の筋もんに絡まれとった女を助けたとはよかけど、その後、孫連中に殴られっぱなしやったけんね。なんだ？なんでなんで？何があったんかは知らんばってん。
あのまま殴られ続けとったら死んどってもおかしくなかったばい。お恥ずかしい話で。なんで殴られ続けるんだ。そげんこつなかよ。俺はあん時確信したと。この男は普通やない。なんか心に秘めた強い思いがあるはずやってね。そんなことは。だけん俺は鈴木さんば助けた。すげえ助けてくれたんだ。会社で働かんか誘ったとばい。信用できる男やと思うたけんね。本当に中島社長には感謝以外の言葉が見つかりません。いや感謝しとうとはこっちばい。俺はあんタクシー会社をそういう自分によう似た仲間と一緒にやっていくとが夢ないよ。中島さん。そう仲間ばい。真面目に生きたか正直に生きたか。でも過去や複雑な事情が理由でそれば諦めんなら人間もおる。俺は不器用な男たい。やけんわかる。不器用で真面目な男ほどその性格が災いして厄介ごとに巻き込まれる。そうなんよね。そして行き場を失っていく。俺も昔良かれと思うてやったことが原因で多くの大切なもんば失うてしもうたことがあってね。家族の話か。でも俺は信じとう。不器用で一直線な男ほど仲間を裏切らん。何があっても信用できる関係になれるってね。そげん思うてあんたはうちの会社に誘ったとばい。中島、中島さん、中島ってもう呼び捨てできねえ。ごめんな。孤独に見えてしゃあなかった。まるで昔の自分ば見とうような気分やった。人間は一人じゃ絶対に生きていけん。生きていくには仲間が必要ばい。そうは思わんね。社長、泣けますよ。あん会社は俺にとって生きていくために必要な、そう、家族みたいなもんだい。やけん鈴木さんもそげん堅苦しくならんで、俺をいとこの一人ぐらいに思うて付き合うてよな。兄さんと呼ばせてください。はい、なんか神気臭い話になってしもうたばい。ちょっと雰囲気変えてハイボールでも飲んでみようかね。おお、おやさん、ハイボール。あの社長、飲みすぎでは。鈴木さんもハイボール飲むね。いや、そこまで社長に思っていただいてたというのに。俺なあ、昔の話ね。はい。それは期間中約束のはずやろ。よかよか、今はまだ話さんでおいた方がよかよ。でも工場会の話はしてないってこと。鈴木さんがなんか事情があって流すに来たとは分かっと。でもあんたほど嘘をつけん男が隠さなならんほどの事情、今はまだ心の奥にしまっておいた方がよか。俺は後からか。一度口にしてしもうたらこの半年間堅くなに守ってきたもんが壊れてしまうかもしれんけん。優しい人だな。まあ交通違反でもして鈴木さんが警察に捕まった時は保護者責任として根掘り葉掘り聞かせてもらうとしようかね。そうせんと俺も捕まってしまうかもしれんけんね。すみません。冗談よ。気にせんでよかよ。あ、でも一つだけ聞きたかことがあったって。何でしょう。何ですか。半年前鈴木さんが助けたあん美人、あん女の人、あれから連絡ば取ったりしとうと。誰だ。いや、そんなことは。もったいなか。あげん美人、長洲の町探してもそうはおらんちゅうに。その女性がなんか関連してんのか。顔はよう覚えとらんばって美人やった。俺やったら助けたついでに絶対連絡先の一つくらい聞くっちゃけどな。キリュウさんはそういうの聞かないよな。なんでそんなこと。うん、鈴木さん知らんと自分が会社のドライバー仲間になんて言われとうか。は？いや、
怒らんで聞いてほしかっちゃけど、実は…なんだ俺か何まあ、四十過ぎの独身男が飲みに誘われてもいかん、風俗にもいかんとじゃ、そげん噂が立っても仕方んなかやろね。ホモだと。いや、俺は男好きだと思われてんのか。実は結婚しとったりすると。いや、そうじゃないんですが。まあ、これも鈴木さんが堅物すぎるけん出た噂やけんね。気が乗らんとはわかるばってん。たまには会社の仲間ともお姉ちゃんのおる店行って、酒の一杯や二杯付き合ってみるともよかと思うばい。はい、付き合わなすぎてそういう噂になるのか。はい、今はいって言うたね。あ、今から行く、そうですか。よし、それやったら今から行こう。善は急げっちゅうけんね。え、行くか。社長、もういい時間です。これからもう一件というのはちょっと。いや、今行くって言うてん。男に二言はなか。ねえ鈴木さん、明日仕事を休んでいいっすか。大丈夫大丈夫、仕送りしたりして鈴木さんが節約しとったん知っとるまい。また出してくれる。今日は俺が全部おごるけん。おお、一件だけキャバクラ付き合ってよ兄さん。わかりました。飛び跳ねてるぞ。タクシー仲間から聞いたと思って、このオリビエ中店が良かところらしか。キャバクラオリビエ。え、うん、なんね、鈴木さんこの店知っとうと。俺であれか。いや、助けた人がいるのか。いらっしゃいますか。おお、こん店でいっちゃん綺麗かお姉ちゃんばつけてほしいっちゃけど、ナンバーワンのナンバーワン。それではご指名ということでよろしいですか。めちゃめちゃ金かかりそう。ナンバーワンって指名料金が別途加わりますが。お金は払わん、フリでよか。バッテン、ナンバーワンの工場頼む。何言ってんだ。お客様、すいません、お金はちゃんと私が払いますから。いやー、お願いします。払えるかな。はあ、それでは2名様ご案内いたします。7000円しか持ってないけど大丈夫かな。ベロンベロンのやつしかいなかったけど。中島さん。お、ももです。どうも。なんねん、そげん可愛くなかやん。いやいや、言うな言うな。ナンバーワンって言ったやろもん。つれんこと言わんでよ。こげんでもうち結構締めあるっちゃけんね。お、ナンバーワンか。さあ、リリちゃん並みの。あら、この方は。どうも、まゆみです。やば。片瀬さんだっけ。すごかね。そんなことないですよ、私も歳なんで。なんば言おとね。なんば言おとね。よかおなごやんね。中島さんもうやばいことになってるけど、ベロベロすぎて。ありがとうございます。ベロンベロンだぞ。ギルソン、めちゃめちゃ。え、登場会がどげなもんちゅうとや。あ、気分悪かばい。山笠か。新しかボトルば持ってこんか。山坂組。なんや、せからしか客やね。誰ねあれ。ああ、うち店のケツ持ち。ケツ持ちって本職の連中。うん、やけど本職って言っても山笠組系列の下っ端やけど。下っ端か。なしてそげん連中が飲みに来とったね。ケツ持ちやったら自分の島で飲んだりせんちゃなかと。
今日は特別らしかとよ。なんか今東京の同情会か、確か同情会とかいう組織の人たちが流すに来とってね、その人たちが店に来られんよ、上に命令されて張り付いとるんやって。はあ、ようわからんばって危ない状態らしかね。なあもう給料日に来んでもよかろうもん。なあ鈴木さん。中島さん、まあ聞こえるぞ。やけん困っとうとよ、給料日にあげんことされたら売り上げ落ちるしさ。あー確かにね、あげん酔っ払って迷惑がね。よか迷惑ばい。なして俺らが見張りなんかせんといかんとや。同情会のやつらなんか今すぐ福岡から追い出したらよかだけの話やろが。まあ本家も騒ぎにしたくないちゅうことやろ。なんかご無沙汰好きや。どうせそげんもん買う人って登場会連中が威張り腐りよるだけやろが。九州合併だもんな言うても。まったくばい。それに向こうの会長、お堂島大吾とか言うとったが、まだ36らしか。お前らより 36? 俺より年下やんか。なんかよかとこの坊ちゃんらしか。週刊実話に書いとった。週刊実話か。そげんボンボンの参加に入れられるかもしれんちゅうわけや。いやいや大吾ちゃんすごいぞ。あーくそーんなことやっとらへんぜ。あーあーあーこらかい聞き聞かんな。おいボトルまだや。もう迷惑すぎ。早く新しくやつは持っておんか。はいただいま。あーさっきのボーイ。お客様お待たせいたしました。遅いってさ。おうおう、失礼いたしました。こんな客返せ返せ。中島さん行くか。頭んきた。俺が追い出しちゃ。兄さん。社長やめとけ。よかってよかって、俺に任せとって。おいおいおい、おおこらやかましかって。中島の兄さん、お前店で飲むときゃ保管客のことも考えろ。うわ中島兄さん、酔っ払いが。社長がなんば俺たちに文句も垂れとったや。また社長を落とし前つけさせてもらうぜ。下っ端がこうも安易に肩着に手かけるなんて、山笠組ってのも大した教育してねえな。なんてか貴さん誰やこれ。肩着でございます。なるほど、俺が誰だか知らないようだな。知るかボケ。そうか、おかげで気が楽になった。いいぞ、いつでもかかってこい。なんわけわからんことざぎようとや。こっちはただでさえイライラしとっとぜ。こげんなったら思い切りうさばらしばさせてもらうけんな。死にさらせよら。おお、死にさらせは言い過ぎ。 VS 山笠組構成員。よし。は反撃の極み。標的が繰り出す喧嘩奥義から勝機を見出し、はいはい反撃ね。勝機はい。あ長押し、はーい、はい、スイーヤー、オッケー。中島さんご迷惑をおかけしました。今日いっぱい殴られたね。こちらこそ申し訳ございません。本当はこんなこと言っちゃいけないんですが、山笠組の人たちもお給が据えられてよかったと思います。お、そう言ってもらえるともう二度と店で飲もうとは思わないでしょう。ありがたいでございます。そうですか。ん、うん、中島さん、あれあん連中は何言ってんですか。社長が倒したじゃないですか。中島社長が倒したんじゃないですか。あげます。こんなこと本当ですよ。それじゃあこれでキャバクラみたいな持ち上げ方すんな。いやーよか店やったばい。
俺今度からまゆみちゃんば指名しよっかな。高くなるぞ。それじゃ明日も仕事頼んだけんね。あ、お疲れ。休みにはならんか。お疲れ様です。俺も明日の仕事がある。今日はもう家に帰ろう。家はどちらですかね。家はこちらですか。では帰ろう。さあ、お家はどっかこの辺、ここ、いや違うな、こっから入んのか。え、お家どこだこれ。あ、ここさっき水炊き食べた場所だよね。ここの近くか。あ、こっから入んのか。え、やっと帰ってきたか。ん、さっきあっちの通りで盛大に暴れていたな。女の子を助けてヒーロー気取りか。かっこいいね。誰だ、そんなに睨むなよ。あんたみたいなやつは嫌いじゃない。それよくあんたは見ない顔だな。なまりもねえし、ここら辺の人間じゃないのか。さあな。まあいいさ。あんたくらいの歳なら話したくないことの一つや二つあるだろうし。ああ、そうだ。自己紹介がまだだったな。俺は小牧宗介。ええー、息子か。ここらじゃチンピラ狩りの宗介で通ってる。小牧流の？そう、小牧。いいよ、宗介って呼んでくれ。あんたのさっきの喧嘩、見させてもらった。歳の割にはよく動けてる。若い頃は相当強かったろ。あんたのじいさんなのかな？父さんなのかな？じいさんだよな。じいさんに教えてもらったからな。あんたはここら辺にいる連中とは格が違う。まあ俺には到底及ばないけどな。話はそれだけが。まあそう言うなよ。俺だってもともとはここの人間じゃない。仲良くしようぜ。それにあんたについて色々気になることがあってな。このまま返すわけにはいかねえんだよ。それで何が言いたい？用があるなら手短に話してくれ。へえ、一応聞く気があんのか。なら好都合だ。ここじゃ目立ちすぎるな。場所を移そう。こんな時間から？もう寝させてくれよ。どこだこれ。ここでいいだろう。それで要件は何だ？まったく、気の短いやつだな。まあいい、単刀直入に言う。俺と勝負しろ。勝負？さっきの喧嘩は本当に強いやつの喧嘩じゃない。俺に言わせりゃ、あれはただの八つ当たりだ。何があったかは知らないが、あんたいろいろとフラストレーションを溜め込んでるんじゃねえの？それを思いっきり俺にぶつければいいだけの話だ。簡単だろ？全部お前の勝手な想像だろ？それに俺にはお前を殴る理由はない。理由がなければ殴らねえか。見た目の割には紳士的だな、おっさん。ただ、悪いけど、俺にはあんたと殴り合う立派な理由があるんだよ。その話はおいおいするとして、絶対じいちゃんから聞いたろ。まあ、あれだ。あんたが手出せねえってんなら、こっちから手出すまでだ。それなら理由に不足はねえだろ。つうわけで行くぜ、おっさん。舐めてると痛い目見るぜ。小牧宗介。虎脅しとか作ってくんのかな。お、半端な手加減。攻撃食らわないんですけど、どういうこと？RT で、全部ぶつけてみろ。あ、チュートリアルだったんだ。へぇ。ヒート状態中に RT 入力で、ドリューのキー。はーい。X か。ほっ、ほっ。ほっ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 。アルティメットなんちゃらみたいな感じか。あら、はや。へえ、なるほど。へっ、やればできるじゃねえか。ボッコボコにされました。俺で気が済んだか。だったらガキはさっさと帰れ。おいおい、まさか今のが俺の本気だと思ってんのか。典型的な負け惜しみだな。まああんたなら腹の中では分かってんだろ。お互い本気じゃないってことは。おっさん、だいぶブランクあったろ。体がなまりまくってんのがバレバレだぜ。今のままじゃ話になんねえな。ふぅ、そうだな。
暇な時俺んとこ来いよ。前世紀と同じぐらい動けるように特別に無料でアドバイスしてやる。その代わりフルパラーが出るようになったら俺ときっちり決着をつけてもらう。どうだ。殴りかかってきた理由も説明しないで突然先生気取りか。別に隠す必要もないから理由は説明してやるよ。あんたがマシな喧嘩ができるようになったらな。ま、おっさん今でも十分強いから余計な世話だってなら好きにしてくれ。本当に自分勝手なやつだな。褒め言葉ありがとうよ。まあ期待しないで待っとくから気が向いたら来ればいいさ。気が向いたらな。行きますよ。しっかり一冊干させていただきます。俺はだいたいここら辺にいるから暇な時にでも声かけてくれ。いない時は飯でも食ってるからよろしく。オッケー、分かったから今日はもう帰れ。お前の話はまたの機会にゆっくり聞いてやる。ああ、ぜひそうしてもらおう。じゃあな。また時間かかったな。もう遅い、早く自宅に帰るか。ブラブラまっすぐ帰るまでが遠足。もう遅い、まっすぐ家に帰ろう。あ、はいはいはい、ここか。割といい場所に住んでたな。ゼロの時はもうなんか木造のなんかもう焼けちゃったもんね。飛龍さん家201。おお、部屋もねシンプルで。アジトが使用可能になりました。あ、アジト今日もいろいろあったな。そろそろ寝る時間だがどうする。寝ないとかあんのか。あ、街を探索、いや普通にちょっと家を探索したいなと思って。わあ、家は特に何もないか。特に何もないか。シンプルだな。じゃあちょっとセーブだけして。よし、では寝ようかな。うん、寝よう。さあ、朝ですか、まだ夜ですか。寝てないかい。く、かわいいね。これでも俺なりに精一杯、茨の道を歩いてるつもりなんですよ。読んだよね。大吾。なんだ、また協力してほしいっていうことなんかな。お、え？もうお湯沸かしっぱなしだよ。え？あらら。ただいま。真由美さん。ああ、おかえり。なんだよ桐生さん。